我々は今消費税のお金でもう OECD 先進国にね、経済再生機構の中で最低の経済成長率ですよね。こういう中でもうあと30年ぐらいするとアジア最貧国になるんじゃないかって言われてるぐらいなんですよ。じいちゃんばあちゃん、残念ながら実は若者の給料は日本よりも韓国の方が高いです。まあ、これが事実です。お年寄りの方だったら東韓国に行ったこといらっしゃる方いますよね。若い時にちょっと社員旅行に行ったとかあったと思うんですが、本当お金使わないで観光で行ったところなんですよ。でも今は彼らの方が給料が高いんですよ。これは紛れもないし、そういうふうに日本はですね、実は今貧困にまっしぐら。ちょうど、1週間ぐらい前ですか、幹事長の中村和弘とですね、経済学者の三沢孝明先生、対談をやりました。まず消費税を出すと、これいろんな党がいるんですよ。こういう選挙ですが必ず言います、消費税をまあ、夏とっていうのは怖いんですよね。5% にしますとか、全部桜井誠のパクリなんですよ。で、結果的にこれ選挙終わると黙り込む。間違いなくこのまま選挙をまっしぐら行って、自民党圧勝したらですね、我々は消費税が上がりますよ。間違いなく。でも日本代表は消費税をゼロにしろではなくて、消費税という法律をなせって言ってるんですね。なせるじゃないですか。昔はなかったんだから。こういう流れの中で、まあ、外国人が来て喜んでばかりいられない。今貧困に向かってまっしぐらの日本をなんとか変えなきゃならないということですね。そのためにみんなでやりましょうと。もうこの2年間ですね、コロナでもういい加減いかんだじゃないですか。知り合いと知り合いが視察したんだって、知ってる会社の社長が倒産したよ、よく行ってた居酒屋がいつの間にかなくなっちゃった、何ですか皆さん。これは何を意味してるかっていうとですね、生活と政治は密着してるってことなんですよ。今このですね、みんなで政治の方を向かなきゃならない時期に来たってことなんですね。そこをしっかり考えていただいて、一人でも多くの方に選挙に行ってもらいましょう。でしっかり公約を見てもらって、どの党の公約が日本人を幸せにするかと、それを考えていただくようにまずしましょう。ここからですよ。ここから日本の政治が変わるんです。変えないと外国に持っていかれますよ。そういう時代は絶対我々は起こしてはいけません。若者たちの将来のためも考えていかなきゃならない。渋谷のスクワンプルでですね、すごい格好した若者がどんどん歩くんですよ。で、あんなやつ政治のことを抱えてるのかなっていうようなことをよく運動員が言うんですね。実はその人たちもみんな日本人、日本国民じゃないですか。ちょっと1年2年経つと、よし俺も頑張ろうと頑張ってくれるんですよ。若い時は足だけ多いですよ。いいと思うんですこれで。でもその若者たちの将来を考えるのは日本代表しかないですよ。ここをしっかりお考えいただいて、一人でも多くの方に日本代表、福岡選挙区、仙崎デイ、全国比例、桜井誠、役所日本一の日本代表、よろしくお願いします。ありがとうございました。